いや、どうもありがとうございました。私は横須賀の方に住んでおりまして、横須賀の青年会議所、11月に横須賀シーサイドマラソンという、まあ、こちらの湘南は国際でマラソンですけど、横須賀はハーフということで、まあ、横須賀の JC さんがやってるっていうことを6年ぐらいに初めて知りまして、で結構家の近くを、まあ、走ってたと思うんですけど、まあ、知り合いの JC の方に聞いたり、本当にすごい大変です。まあ、準備、まあ、私も走ったことあるんですけど、やっぱり地域の活性化ということで、まあ、ここになったり、まあ、それがまた今日の話もなくて、より深く理解させていただきました。まあ、林業法人会ですと、卒業というのが、まあ、一生、まあ、会議であるんですけど、JC さんだと40歳ですか。やっぱり40歳で卒業となると、なかなかそのリーダーの方がどんどん維持するというのが非常に大変なのかなという部分があると思います。まあ、平塚も神奈川県の中で一番大きいことが元気な個人会です。まあ、ぜひご覧ください。